円型は、無意義式海製造工場及び、アイエゴロフ工場で製造された地下鉄用電車。ホームドアが採用されたレニングラード地下鉄向けに開発された車両である。この項目では、アイエゴロフ工場で製造が実施された造備車の円5 0 1系及び、モスクワ地下鉄に導入された円5 0 8型についても解説する。 1961年に開通したレニングラード地下鉄2号線はフルシチョフ政権下の下でこれまでの豪華絢爛な外見からコスト削減を目的とした質素な構造を用いて設計が行われた結果費用削減のため線路側のトンネルの断面を小さくしたことによる安全対策や水分を多量に含んだサンクトペテルブルクの土壌からの浸水防止などの理由から ホームドアが世界で初めて採用された鉄道路線となった。だが、当時サンクトペテルブルク地下鉄に導入が進んでいた E 型電車は乗降扉の位置がホームドアの位置と異なっていたため2号線をはじめとする路線へ投入することはできなかった。またホームドアに適した乗降扉の位置を有していた旧型車両の D 型も特定の位置へ列車を正確に停車させたり、 ホームドアと乗降扉の開閉を同調させたりするための自動列車運転装置を搭載していなかった。そこで E 型電車をもとにホームドアを有する路線に適した車両として6つ式械製造工場で開発、製造されたのが円型である。ホームドアと乗降扉の位置を合わせたことで、 車体長が E 型からわずかに伸びた 19210mm となり、座席数も42個に増加した。主要機器は基本的に E 型のものを踏襲していたが、制御機や充電池の変更が行われたほか、自動列車運転装置の搭載に伴う電気回路の変更が実施されたため E 型との根血運転は不可能であった。編成は 機器が異なる以下の3種類の形式によって構成されていた。1966年12月に試作者が落成し、試験の後、翌1967年から1970年まで量産車の製造が実施された。当初は61機械製造工場で作られていたが、1968年からはサンクトペテルブルクのアイーエゴロフ工場での製造に移行した。 ホームドアが存在する2号線や3号線に加え1号線にも導入され、2019年現在は1号線でのみ運行されている。なお一部車両は、後年に建築限界測定車や運転シミュレーター、車両などの事業用車に改造されたほか、円型3748は1993年にサイリスタ直ョパ制御の試験車両に改造され、 形式名も八十一から五百六十一型に変更されている。円型の設計をもとに IEA ゴロフ工場で改良が行われた独自の形式。九百六十九年に試作車一両が製造された後、円型に代わり九百七十一年から九百八十年にかけて量産が行われた。自動運転用の機器や無線の操作がしやすいよう運転台に改良が、 加えられているほか、量産車は、車体の強度を増すため窓周りのビードの数が、それまでの2本から3本に増加している。当初は、自動運転用の機器を搭載した戦闘車のエマ5 0に、軽自動運転の切り替えスイッチのみが設置された、戦闘車のイムック503型、中間車のエン5 0 1型が製造されたが、1973年以降に製造された戦闘車は、 エマ502型に統一された。また1974年に以降製造された車両には自動運転システムや自動速度制御システムを含む総合自動列車制御システムのクソップが搭載された。他にも台車中央部の枕羽根の強化や軸箱の形状変更などいくつかの改良が実施されている。製造後は レニングラード地下鉄に導入されたが、一部車両は1979年に、キエフ地下鉄への譲渡が行われている。1970年から1973年に、かけて、モスクワ地下鉄向けに製造が行われた形式。車体は、ン5 0 1系、エマ502系、イムック503型と同系であった一方、電気機器や空気圧縮機などの使用機器は、 無域式改製造工場が製造していたエジア型と同一のものが使用された。編成は、先頭車のエン5 0 9系、中間車のエン5 0 8型で構成され、エン5 0 9型には自動運転システムに対応した機器や無線装置が備わっていた。フィリオフスカヤ線をはじめとするモスクワ地下鉄各線で運用についたが2010年までに営業運転から退き、 保存車両を除き全車廃車された。また1983年以降はエジア型と共に一部車両が爆打ち下鉄へ譲渡されたもののこちらも全車廃車となっている。なお、N508 系の同系車として1974年から1979年にかけて N508T 型の製造が実施されている。延命を目的に N501 系、502型へ。 更新工事を施した形式。中間車の円5 0 1型に設置されていた、運転台が撤去され、率席スペースが追加されたほか、座席や通気口など、内装も当時製造されていた、新型車両に合わせたものに改造され、防火対策も強化された。また、全照灯、微灯や、乗降扉の開閉装置の変更など、各部の更新が実施された。 2001年から2003年までに30両が改造され、サンクトペテルブルク地下鉄5号線に導入されたが、新型車両導入に伴い2015年以降は1号線に転属した。その際、1号線で用いられる自動運転システムクソップ M に対応した設備を搭載するのが困難であったことから円5 0 0に M 型についても中間車として運用されることとなった。だが、 以降も新型車両導入による置き換えが進んだ結果、n 5 0 1系1両を除き2017年までに全車両とも廃車となった。e ケム型ウクライナの首都キエフを走るキエフ地下鉄では、製造から数十年が経過しても良好な状態を維持する旧型車両の車体を活かし、新規に製造した前面や機器を搭載した、車体更新車の e ケム型を2013年から、 導入している。その中でも先頭車にあたる e k e m ギガバイト型の一部はエマ5 0 2型から改造された車両であり、誘導電動機や VVVF インバータ制御装置を用いることで、消費電力の大幅な削減が図られている。ありがとうございます。